おとしかマガジン、バンド向け楽譜の書き方。こんにちは、あいだです。今回はバンド向けの楽譜の書き方をご紹介します。カバーをするときにバンドメンバーに譜面をくれと言われたものの書き方がわからないという方、ぜひこの機会にマスターしましょう。まず用意すべきものが 1. 5セーフこれはナイトですね最近では100円ショップなどでお手頃価格で購入できるので持っていない場合はまずご準備をもちろんアマゾンなどのネット通販でも購入できます2音源覚えていたとしても確実に用意しましょう譜面を書くとなると間違っていては 本末転倒ですからねでは手順を追って書いていきましょう1曲尺を書くはじめは曲の全体像を捉えましょう曲を聴きながらご政府に小節線を書いていきますこの時に注意すべき点が一行の小節数基本的には セクション、A メロやイントロなどは4の倍数であることが多いので、1行の小説数は4小節で統一した方がカウントも取りやすくわかりやすいです。例外として7小節や15小節などの奇数になった際は、セクション末の1行を3小節にして、 次のセクションの頭が左端に揃うようにしましょう2見やすさをアップ小説線を書きつつ書き込みたいのがリハーサルナンバー練習番号リハーサルナンバーとはイントロ ABC インターといった 各セクションのの頭に書かれる投資番号のことです。これを書くときに注意したいのがコードネームとの差別化です A や B とだけ小説の頭に書かれていたらリハーサルナンバーなのかコードの A や B なのか分かりづらくなってしまいがちですなのでリハーサルのリハーサルナンバーのアルファベットは四角で 囲んで書くよううにしましまょうこのようにリハーサルナンバーとコードネームの区別をつけると初見もそうですが練習中も分かりやすいですねそして大事になってくるのが反復記号リピートマークシンプルな構造の曲ほど反復記号をうまく活用すれば 1> 紙1枚で収まることもあるので曲全体を確認しつつ同じ小説の繰り返しがあれば積極的に使っていきましょう種類としてはリピートマーク1番ッコ2番ッコダカーポダルセニョセニョマークコーダこの5種類は 露出度高めなのでぜひ覚えましょう1番のサビが終わってすぐ A メロに入ったならリピートマークを使って戻ろう1サビの最後に最後にはあったのが2サビは違うフレーズならそこから2番カッコかなこの曲何回もサビのフレーズが出てくるな。 ダルセーヌが使えるかもうまく反復記号を活用して綺麗な譜面になりましたか 3. コードとリズムこちらは2つ目の見出しと前後しても大丈夫ですさあいよいよ大事なコードやリズムを書きましょうコードを書くときは極力丁寧に書くようにしましょうね 汚ねえぞと怒られないように書き慣れている方がよく使う略称の書き方も一緒にご紹介しますマイナー小文字 M- ハイフン、メジャー大文字 M または三角オンコード分数コード小文字 ON またはスラッシュ ディミニッシュ小文字 DIM または上の丸記号ハーフディミニッシュ小文字 M 横に数字の7カッコフラット数字の5カッコ閉じオーギュメント 小文字、AUG またはプラス記号これらは特に省略された記号などで書かれることが多いです書くときも使ってみましょう続いてリズムです主にベース、ドラムの人に伝えるべき情報と言っても過言ではないでしょう例えばサビに入る直前の特徴的な ユニゾンフレーズや四部音符からの三拍休符特徴的なキメがあれば必ず書いておきましょう。4、発想記号こちらは正直お好みですが統一感やクオリティを上げるためには必須です。まずは強弱記号シンプルにフォルテやピアノ フレッシェンドなどはあるだけで演奏がガラッと変わりますね。そして細かい演奏法。このフレーズは滑らかに弾くところだなというところにスラーをかけておいたりこの辺りは実際に演奏していく中で口頭でニュアンスを説明した方が伝わりやすいこともあるので譜面への記入はお好みです。 クラシックの楽譜ではイタリア語の発想記号がよく使われていますがバンドをやっている人にはあまりなじみがないものですもしクラシック出身だったとしても極力イタリア語表記の発想記号は避けましょう、5. まとめうまく楽譜は書けたでしょうか細かいメロディーなどは 書かなくても必要最低限の情報さえ書いてあれば大まかに形にすることは可能ですあとは必要に応じて各パートのメンバーが書き込んでいって完成していきます話し合うディスカッションもバンドで曲を演奏する上で必要なことですからね是非バンド活動にご活用ください ご視聴ありがとうございました。この記事を書いた人、間、ナレーション、吉成ゆい、おたしかマガジン、チャンネル登録、よろしくお願いします。